すぐ下に、あの穴が回りましたから、それも一回体験させてもらって、それであの山寺入ってね、年に4回焼きよったんですわ。でもう10年になりますけどね、もう40何回焼いてますね。でそれ以外に前はあの臨時に釜仲間で入れたことありますけどね、今回ね、11月にね、24、5日頃から炊くはずですわ。いっぺん見に来てください。そしたら、まあ、最初のうちはね、ぼちぼち上げるときだけですから、まあ、最後のね、28日ですな。29日か30日ですな。その頃に火止めやりますからね、その時はもう1,200、1,780上がってますからね、見てもうたら面白いもんできるんさ。引き出しでね、あそこらちょっと、これも引き出しですわ。引き出しの釜の止める前に、こう、鍵で引っ掛けて出すんですけどね。そうすると、あそこらにもあります、ビードロが、出たなんか急冷しますもんで、変わったもんが出ますわ。